後半戦はクラブアイランズのキックオフにより試合再開となります。キックオフキッカーはクラブアイランズ7番砂川、手塚山大学出身のプレイヤーが務めます。さあアイランズリターン、ブロッカーに入っていたリターン77番がリターンしました。自陣40ヤード付近でボールデッドとなっております。リターンしましたのは愛知ゴールデンウィングスの77番のプレイヤーでした。まずは愛知の攻撃から試合は始まります。愛知自陣41ヤードからファーストダウン10、ナイスターン、ファーストダウン。まずは中央のランプレーから愛知入りました。キャリア35番、このボールを託され中央突破し攻撃権一気に更新としました。愛知ファーストダウン。キャリア35番は水野、日本福祉大学出身のプレイヤーです。愛知相手陣に入りまして、相手陣47ヤードからファーストダウン10。再び出ます、愛知ファースター。今度はキャリア30番が中央を大きく突破しまして攻撃権更新です。愛知ファースター。今度はキャリア30番、失礼しました、キャリア30番の近藤、愛知大学出身のプレイヤーが見事なランプレーを決めました。愛知はランニングバック30番近藤、そして、35番の水野、ともに東海学生2部リーグ出身のプレイヤーが、しかしここで X リーグで素晴らしい活躍を見せています。愛知相手陣33ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック13番パスを投じましたが、このパスをアイランズディフェンスラインがパスカットし、パス不成功に終わらせました。愛知アイランズナイスディフェンス。さあここでアイランズも意地を見せるかのようにプレイヤーディフェンス陣が奮起しております。愛知相手陣33ヤードからセカンドダウン10。さあここで愛知は中央へのワンプレーを展開します。キャリア35番、これも味方ブロッカーを生かしながら約4ヤードのゲインとしています。愛知相手陣29ヤードからサードダウン6。パス成功。愛知ファーサー、クォーターバック13番、ここでワイドレシーバー6番にパスを通しまして攻撃権更新としました。愛知ファーサー、パスを見事取りました。ワイドレシーバー6番は梶本、駒澤大学出身のルーキーです。愛知相手陣23ヤードからファーストダウン10。
クォーターバック13番パスを投じようとしましたが、ここに、アイランズディフェンス陣プレッシャーがありましてスクランブル、パスを投じず緊急発進のランプレーに変えました。これのランプレーによる原因は1ヤードとなっています。スクランブルしましたクォーターバックの13番吉田は名古屋塩川大学出身のプレーヤーです。愛知相手陣22ヤードからセカンドダウン9。さあ今度は中央のランプレーを展開しましたが、しかしこれはアイランズディフェンスライン陣が素晴らしい踏ん張りを見せました。ディフェンスライン22番52番66番が殺到し、このランプレーノーゲインとしました。アイランズ22番は堀田京都大学、66番西口は同志社大学のルーキー。さあ、愛知サードダウン9の攻撃に入ります。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、揃ってスタートを切りませんでした。オフェンスチームは特定の選手以外1秒間静止してからプレーをしなければいけません。これが守れず5ヤード抜体となります。5ヤード下がりまして愛知相手陣26ヤードからサードダウン14。パス不成功。クォーターバック13番プレッシャー浴び、あわやパスを投じる前にキュービーサック倒されるかと思われましたが、なんとかパスを投げ捨てました。結果的にしかしパス失敗となりフォースダウンに変わります。ここで負傷者が発生しているため一旦レフェリーによるタイムアウトが入っております。なお先ほど素晴らしいディフェンスを見せましたディフェンスライン52番は梅原、神戸大学出身のチームバイスキャプテンです。さあ、FE タイムアウトを解きまして試合再開となります。ここで愛知フォーメーションを変えましてフィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キッカーは2番の毛利、キックレングス42ヤードのフィールドゴールに挑みます。キック成功、3点獲得。愛知キッカー毛利、見事にこの42ヤードフィールドゴールを決めました。3点を追加しました。愛知ゴールデンウィングス33点、クラブアイランズ0点。キッキングのスペシャリストでありながら名城大学のキャプテンを務めた伝説のキッカー毛利がここで素晴らしい仕事を見せました。さあ、その毛利のキックオフにより試合再開となります。愛知ゴールデンウィングスキックオフ、
さあアイランズリターンに入ります。しかしこれは愛知4番が見事にカバー勝利。リターンはアイランズ陣20ヤードの地点でボールデッドとなりました。素晴らしいキックカバーをしましたのは愛知ゴールデンウィングス4番高橋、岡山理科大学出身。アイランズ自陣21ヤードからファーストダウン10。さあアイランズは中央へのランプレーにより攻撃突破を図ります。キャリア23番タックル受けながら、しかしセカンドへフォートで約6ヤードのゲインと変えました。素晴らしい粘りを見せましたのはアイランズ23番の金城、江南大学出身のプレイヤーです。アイランズ自陣26ヤードからセカンドダウン4、自陣27ヤードに訂正します。クラブアイランズファースター、今度はランニーバック26番ハンドオフを受けて左オープンへのランプレー、相手ディフェンスをまくり、そのまま攻撃権更新としました。クラブアイランズファーストダウン。アイランズここに来て一つ攻撃権をフレッシュリフレッシュし、攻撃権更新といたしました。ランニーバック26番は沼、大阪大学出身。アイランズ、はい、自陣34ヤードからファーストダウン10。さあ今度はパスプレー決まります。クォーターバック11番ワイドレシーバー2番にパスを通しまして、約6ヤードのゲイン。パスを投じましたクォーターバックの11番はハタブ、九州工業大学出身の51歳のクォーターバック。そして取りましたワイドレシーバー2番は林、関西学院大学出身の50歳のランニングバック。林はかつての甲子園ボール MVP プレイヤーです。アイランズセカンドダウン4。さあここで中央のランプレー決まります。先ほどのパスプレーが効果を発揮したが、ランニングバック23番中央突破を図りまして、攻撃権更新とします。アイランズフレッシュファースター。ここへ来てアイランズの攻撃に活力が戻ってまいりました。ランニーバックは23番金城でした。江南大学出身。アイランズ自陣46ヤードからファーストダウン10。ここでアイランズオプションプレーを選択しようとしましたが、しかしここで愛知のハードヒットによりボールをファンブル。幸いこれはアイランズ75番オフェンスラインの織田がこれをカバーしまして、なんとか攻撃権は確保しました。しかし4ヤードロスと変わっています。織田は龍谷大学出身のオフェンスラインマンです。アイランズ自陣41ヤードからセカンドダウン14。さあアイランズランプレーによる中央突破を図りました。しかしこれは愛知74番のカバーによりゲイン2ヤードにとどまっています。
タックルしましたのは愛知ディフェンスラインマン74番の選手でした。ハイランズ自陣44ヤードからサードダウン12。さあここで託されましたがランニングバックの23番、ハンドオフを受け左オープン展開を図りましたが、しかしこのランによるゲインは3ヤード、結果的に攻撃権更新至らずフォースダウンに変わります。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、愛知ゴールデンウィングス33点、クラブアイランズ0点、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。